今回のゲストは沖縄県で6人制バレーボールチーム琉球ブルーシーズの代表兼選手として活動される永井聡さんがゲストです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか実は我々の番組これスポーツ選手が久しぶりということで、はい、沖縄県 の、 その、格闘技界のレジェンド、うん、砂部選手以来ということですね。すごいまたなんか楽しみに今日は我々も迎えてますので、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というところでまずですね、まあ、いつものように、初めに私の方でこのアンケートも送らせていただきまして、 そのアンケートからですね、3つのポイント、抽出させていただきました。1つ目にバレーボール、2つ目に移住、3つ目が子供たち、この3つが、ポイントかなというふうに思いました。その理由としては、永井さんは沖縄で6人制バレーボールチーム琉球ブルーシーズの代表兼監督、代表兼選手として試合を行ったり、子どもたちへバレーボールクリニックなどをされて活動されています。現在さまざまなバレーボール大会で活躍する選手たちが、子どもたちが直接バレーボールを学び触れ合うことで、その将来像、子どもたちが、想像する将来像をできるだけ具体的に、まあ、イメージできていくんじゃないか、そういうふうに感じました。そんな永井さんの活動の中心に子どもたちの夢、そういったものがあります。そんな永井さん、まさにみんなの夢をレシーブ、まさにそういうことなんじゃないかと感じ、このような、ラベリングをさせていただきました。よろしいですか。いや、素晴らしいですね。アタックかなって最初思ったんですけど、はいはいはい、アタックって突き放してる感じをしたんで。あ、確かに。やっぱ、子供たちの夢、うんうん、受け止めて広げるということ で、 いいで、ね、やっぱレシーブかなっていう。いや、これいいですね。僕今後使おうかなと思って。使ってください。めっちゃいいですね。はい、ありがとうございます。はい、というところで、まあ、今回のですね、メインテーマに早速いきたいんですが、まあ、人生活動理念、に進んでいきたいと思います。じゃあまず永井さんのこの理念教えていただいてよろしいですか。はい、僕の理念、まあ、チームの理念でもあるんですけど、はい、子供たちの夢を作るということを一つ理念にさせてもらってます。うん、子供たちの夢を作る、まあ、想像の層で、まあ、作るっていうふうに、はい、掲げられているんですけども、まあ、そもそもなんですが、この理念に至った経緯っていうのはどういったことだったりするんですか。僕がやっぱ愛知県出身なんですけど、はい、愛知県でずっと小学校4年生からバレーボールを始めていて、はい、やっぱそういう当時から、うん、この大人の人たちが、うん、実業団とかプロの選手 の、 バレーしてる姿を見る、はい、そういう機会を結構あったの で、はい、でそこでプレーを見たりとか、うん、そういう振る舞いを見て、やっぱりこういう大人になりたいなとか、うん、こういうプレーをしたいなとか、そういう憧れの思いを常に持ってたので、うん、やっぱりそういう大人に、自分も子供たちにこう影響をしっかり与えられるように、うん、夢を持ってもらえるようなプレーも行動もしていきたいなっていうことで、うん、この理念を今掲げてやらせてもらってますね。あ、なんかご自身の原体験にこのルーツがあるというか、うん、そうですね。そうなんです、はい、愛知ってやっぱりそのバレーボールってやっぱこの盛んだったんですか。そうですね、小学校も結構クラブチームありましたし、やっぱこのプロのチームが、プロというかまあ V リーグのチーム、うん、はいはい、日本の最高峰のリーグのチームが結構数多くあったので、はい、そこを拠点にしているチームが 4,5 チーム、県内だけであったので、はい、やっぱりそういう環境だとそういう大人のプレーを見る機会が結構あったので、うん、やっぱ憧れの思いを持ちやすい環境だったなと思いますね、うん。やっぱなんかそこを子供のうちからなんかその身近なヒーロー像というか憧れの存在っていうのがやっぱあるって大きいですよね。大きいですね、うん、もう本当にネットの上あんなに体出るんだとかあんなスパイク打てるんだみたいな、自分もバレーしながらそういうところ見てたんで、うん、いやいや、こんなことできる大人かっこよみたいなのは常になんか思ってましたね、うん、しかもなんかその声かけたりするじゃないですか、はい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 、そこで優しく振る舞ってくれると、うんうんうん、はい、やっぱこんな大人になりたいなとかってことですよね。そうですね、うん、そういう大人の人たちとなんかエスコートキッズみたいなのも体験したことあって。あ、なんですかエスコートキッズ。なんかこう試合入る前に手つないでこう、はい、なんか入っていったりして一緒に記念撮影とか、はい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 、そういうのもなんか横並びにしてすっげーでかいなとかドキドキしますね。ドキドキしながら手つないで歩いたりしてやっぱりこんな大人になりたいなみたいなのはなんか常に持ってましたね、はい。手つなぐじゃないですか、はいはいはい、やっぱその時の感触って覚えてたし、でっかっとか、いや、でっかはもうなんか覚えてますね、やっぱいや、こんなでかい手あるんやみたいな
そうだ、なんかやっぱ感触は覚えてますね。やっぱなんかその時のやっぱ原体験、うん、先ほど言ったように、はい、なんか強烈にやっぱ刻み込まれると思うので、はい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 、なんか今のやっぱ理念に同じような、はい、同じようなか、さらにそれを何か上乗せする、はい、素晴らしい体験というのを子どもたちに届けたいなという、うん、その思いにつながっているということですね。はい、まあ、その中でですね、その活動に、まあ、その理念を実際今いろいろ試合であるとかクリニックされていると思うんですけど、はい、どういう形でなんかその理念を落とし込んでたりするんですか。そうですね、まずこの沖縄県内で6人制のバレーボールチームっていうのがもう今僕たちのチームしかないので、はいはい、だし V リーグのチームとか実業団のチームも今県内にはない状態なので、うん、なのでまずはこの大人になっても6人制バレーができるよっていうことを子どもたちに伝えていきたいなっていうことと、うん、あとは自分が経験してきたこの大人のプレーを見たりだとか、うん、あとは直接触れ合う機会、試合を見てもらう機会プラス、まあ、さっきも言ったこのエスコートキッズをやったりだとか、うん、あとはこの直接指導をするクリニック活動、これを同時に並行して進めて、うん、まあ、この憧れの思いを持ってもらえるようにできたらなっていうのを今考えながら活動させてもらってますね。もう大きく言って場所作りをしてるんですね。まあ、そうですね。なんか諦めがちじゃないですか。はいはいはい、V リーグのチームがないから、じゃあ内地に行かないといけないのかなとか、ではなくて、はいはい、そうじゃなくても所属してプレーできる、はい、選手としてできるチームがあるんだよとか、はい、あとはまあそれだけじゃなくて、その前の段階、小学校、中学校、高校とかで学べる場所作りとか、はい、まあ、そういうのをもうたくさんやってるってことですね。はい、そこが夢につながってるってことですね。そうです、もうまさに。まさに夢のレシーブですね。気に入っちゃってる。まさに。まさに。なるほど。はい、その中でですね、やっぱりあの今ポイントとしてやっぱ最初 の, あ の, この3つのポイントを挙げさせていただいた、子どもたちのものすごく強烈に意識されてると思うんですけども、うんうん、実はですね、この永井さんがこの免許の中で教員免許とか、まあ、保育士っていう資格もいろいろなんかお持ちなんですけども、まあ、その子どもたちを意識する中で、もうご自身の原体験の他に、うんうん、まあ、そういった資格っていうのは、はい、そのなんか教える立場としては何か影響あったりするんですか。そうですね、まあ、バレエをしながら、うん、この、まあ、バレエが全てバレエして全部お金を稼げてるわけじゃないので、うん、実際に自分も働きながらバレエをしてる立場なので、うん、その働くっていうところで自分が保育園で働いたとか、うん、まあ、学校現場で働いたとか、そういう機会というか、まあ、そういう仕事をさせてもらってるんで、うん、やっぱそういうところではそのなんていうんですかね、子どもたちのに対する声かけとか、うん、どういう段階でこう子供たちが成長していくのかみたいなことも勉強させてもらってるんで、一応、うん、なんでそういうのをバレエとこうなんていうんですか、ミックスさせるというか、そういう、まあ、知識も少しこう交えながら子供たちが楽しくバレエできるようにするには、うん、じゃあバレエの専門知識はどんな風に使ったらいいかなみたいなのを考えたりするので、うん、その辺の資格っていうのは僕の中では結構有効活用させてもらってるなっていう感覚ですね。めちゃくちゃ大きいですね。はい、まあ、もちろ ん, なんかそういう教員資格を持ちながらなんか部活動でっていう方ももちろんいらっしゃると思うんですけど、うんうんうん、はい、まあ、同時にこう保育士、要は広い世代で、うんうん、多分保育士って多分学校教員の方では習わないなんか発達とか、うんうん、はいはい、そういうのも学ぶと思うんですけど、うんうんうん、そういった中その時々 の, この発達状況とか、その心理状況、心理形成とか、そういうのをまあロジカルに考えながら実際指導の中に落とし込んでるっていうのはすごい、なんか親御さんだとすごい安心感ありますよね。なんか子供たちもなんかすごい安心しながらなんか任せられるような環境だなというのをなんか思いますね。まあ、そんな中でやっぱりその夢っていうのが一つ大事なポイント、もう一つのポイントかなと思うんですけど、はい、その夢を実現する上で、まあ、目指すでもいいんですけど、なんか大事な子供たちになんかその問いかけっていうのがあったりするんですか。問いかけ、みんな夢いっぱい持ってるじゃないですか、はい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 、それぞれ、はいはいはい、まずは夢を持つことが大事かなと思うんで。ああ、なるほど。確かに。まあ、全然途中で僕は夢は変わってもいいのかなと思うんですけど、うんうんうん、その時々で、ちゃんとこの、どういう風になりたいなとか、うん、こんな風になったら嬉しいなとか、うん、まあ、周りの人がどんだけ無理って言っても、自分がこういう風になりたいとか、うん、こんなことできたらいいなって思ってる感情を、なんか常にこう、うん、頭の奥、隅にこう置いとくっていうのがすごく大事かなと思うんで。うん、だから、時々でこう起こる体験とか、うん、そういうのも、あ、これって自分が
やりたいなって思ってることにどんなんか結びついてるなとか、うん、そういうことをなんか考えられたらすごくいいなと思うんで、うん、もう全然あの考えなくてもいいと思うんですけど、うん、まずはこう 夢とか憧れとか、うん、なんかこうやりたいなとか、うん、もう全然あ これこんなもん食ってみたいなとか、うん、こんなとこ行ってみたいなとか全然いいと思うんですけど、うん、なんかそういう未来へのなんかこの期待というか、うん、を持ってるっていうのが僕はすごく大事かなと思いますね、うん、確かになんかそれが結局成長のなんかエンジンというかなりますよね、まさに、あ、なるほどですね、うん、まあ、そんなですね、まあ、今回永井さんの人生活動理念いろいろ聞かせていただいたんですけども、まあ、理念として子どもたちの夢を作るということを掲げてらっしゃるんですけども、その中にはですね、なんかあの自分のバックボーンであるこの原体験の中にその憧れの存在とかその近い部分で見てたこと、それをやっぱりさらにですね、広げるような活動ということで今の子どもたちにどんどんつないでいきたいんだ、まあ、そういった思いがすごい深くあるのかなというふうに感じました。はい、今回以上になります。はい、今回のゲスト永井聡さんへのお問い合わせはインスタグラムからローマ字でさとちゃん TV と検索するとご覧いただけます。また永井さんが所属する琉球ブルーシーズのホームページはインターネットから琉球ブルーシーズでご確認ください。本日は以上になります。 See you! See you!